僕が考えるブロックチェーンはですね、どういうものかというと、一言で言うと、デジタルなもの、ネットワーク上のいくらでもコピーできるはずのものを、唯一無二のものにしてしまうと。そういう技術だと思ってます。実際ね、それは一番仮想通貨には向いてるんですね。どういうことかっていうと、無限にコピーできる世界で、偽札を作れなくする。この現実世界でもね、お札って結構簡単にコピーできちゃったりするわけで、偽札って実はね、可能になってるわけでも、それをなんとか止めるためにいろんなことをしますよね。いろんな技術を導入したりとか、法律を充実させたりとか、ね、するわけですけれども、それがネット上だとさらにいくらでもコピーできるじゃないか。だけど、ネットならではの機能を使って、ネットの中でも偽札を作れなくするために、このブロックチェーンが使われているわけです。で、これをですね、いろんなところに応用する、ツイートを偽物じゃなくて本物だよっていうことを証明することによって売り物にするとか、いろんなことが始まるんですけれども、これから間違いなく始まることがですね、予想されることがあって、アートの世界に応用できるんじゃないかなっていうことなんですね。デジタルなのに、いくらでもコピーできるのに、贋作、偽物の作品を作れなくするっていうことが可能になるっていうことなんです。で、すぐにこれでですね、アートビジネス界に大きな衝撃が、走るということを予想してますけれども、そもそもの話からします。コンテンツ、つまりゲームとか音楽とか小説の世界で、商品としては形のないデータにお金を払うっていうことを、皆さんの世代も全然抵抗なくやってますよね。ダウンロード。今この瞬間、2021年っていうのは、ゲームについてはね、ダウンロード販売がディスク販売の売り上げを超えた歴史的なタイミングなんですよ。これも具体的にはプレイステーション4のソフトの売り上げで、ダウンロードがついにパッケージを超えたっていうのがね、実はね、これまあコロナ禍の影響もあるんですけれども、非常に重要なことなんですよね。ダウンロードで買うゲームに、要するに形のないものにカセットとかディスクの形で買う場合とほとんど同じ金額を払う感覚が、とうとうね、デジタルネットで若い、ゲーム世代の間で普通になったと。これがね、ほんの10年とか20年前にはね、ありえない話だったわけですよね。同じようにね、なんていうのかな、本だったら紙を束ねた書籍にお金を払う。音楽だったら円盤の形の、CD とか、その前はレコードですよね。そういうものにお金を払うことで、自分のものとしてしっかり手に持てるものにするために、みんなお金を払ってたわけですね。その感覚が10年、20年で変化したわけです。何にももらえないのに、お金払うって何なのっていう感覚が、今でもね、年配の人にはあると思います。今でもね、ダウンロード販売に、電子書籍を買うとか、ゲームのダウンロード版を買うとかっていうことで抵抗のある世代っていうのはいるわけで、その感覚がですね、ガラリとこう変わってきてるわけですよね。小説を例えば買うときに、紙よりもね、データの方がすごく取り扱いが楽だったりとか、かさばらなかったりとか、いろんな読み方ができたりとかして、便利だってことを分かっていても、やっぱりデータで電子書籍買うのは抵抗がある。本来ね、その紙を買ってるんじゃなくて、そこに印刷された情報を、物語を買ってるってことを分かっていても、なんか抵抗があるっていうのは、やっぱりね、過去、コンテンツが物として売られてきたっていうことが、上の世代には染みついてしまってるわけですね。そういうことがね、アート、芸術の世界になると、もっとね、深刻になってくるわけなんですよ。もともと芸術っていうのはね、太古の昔からあって、ね、壁画から始まってね、キャンパスに、布地に絵の具を油とかね、塗って作成する。そういうもののパフォーマンスで作られた絵なら、話は簡単で、本物はそれしかないわけですよね。そのもの、布地の上に油絵の具が乗って、ね、っていうものしかないわけなんですけれども、その作品性に価値を見出したときに、それを手に入れることによって独占できるっていうのは、その作家性、作品性を置いといて、そのものがここに来るっていう、その、確固たるね、裏付けがあることによって、それに何億円払うってことに納得できたわけですよ。ただ、それもそれがですね、コピーできる芸術品っていうものが生まれてきたときに、その感覚がですね、変わってきちゃう。絵を絵の具で描いてた時代から、1960年の70年代以降、まあ80年代ぐらいからですね、コンピューターで
あの、若いアーティストたちが、若い先鋭的なアーティストたちが絵を描き始めて、ね、80年代以降、これが新しい芸術なんだっていう動きが始まります。で、この時にね、すでに議論があったんですよ。僕はあの、当時のことをはっきりと覚えてるんですけれども、当時はまだあの、CG 業界なんてなくてですね、なんて呼ばれたかっていうと、当時のアーティストたちが、こう、意識的になったのは、1980年代のビデオアートっていう言葉から、ビデオアートが立ち上がった時に、ね、あの、デジタル、あの、コンピューターで絵を描こうと。で、コピー可能な、ね、そのデータの世界でいろんなものを作っていこうみたいなことが始まったの1980年代で、その時に、その新しいハイテクツールを使った芸術作品については、最初から、描いた瞬間からコピー可能なものになってしまう。まあ、それ当時 CG じゃなくてビデオアートっていう言葉だったんですけど、ビデオアートはもう作った瞬間からコピー可能なものになってしまう。そこでね、今までは絵を描いて画廊に並べて、それを売ってもらうってところから始めてたアートのその世界、その、確固たるね、まあ、その価値がね、認められたらオークションとかね、世界的なマーケットでどんどん評価されて、っていうその、アートの確固たるビジネス世界があったんだけれども、そこともしかしたらこれ相入れなくて、ね、ビジネスになるのかならないのかっていうことを、すごくね、みんな考えたんですよね。あ、そうそう、そのあたり、この、絵画のコピーとか、リトグラフとか、そういう隠し署名とか、そういうことについて、ちょっとまた後で話しますね。その辺がね、いかに、その、ものとしての希少価値を持って、芸術の、ビジネスを作っていくかってことに関係してくるんですけども、でね、その1980年代、最初にそういう議論が起こった時に、僕は結構現場を取材してたんですね。80年代から僕、そういうことやってるんですけど、ね、いくつなんだって、一体いくつなんだってことになるわけです。当時から僕はライターとして現場取材してまして、いろいろこう調べたんですけど、ちょっと面白い記事、これに、話題に即した記事としては、当時ね、こういう雑誌に原稿書いてたんですね。これは1986年、まあ、多分4年とか5年、6年あたり、取材しながらこういう雑誌に書いてて、まあ、1980年代にこう行ってみたら、ゲーム雑誌とかまだ全然ないんですよ。ほとんどないんですよ。で、だからビデオ雑誌、まあ、CG 雑誌みたいなのもないわけですよね。だからビデオ雑誌っていうのが、先駆けであって、で、ビデオアートって言葉で CG とかね、そういうものも、あるいはその芸術としてのその、プログラミングとかも含めて、こういうところが使われてたので、ここに書くことにしたんですね。で、そこでいろんな、これLA に行っていろんなアーティストに、CG アーティスト、ビデオアーティストに取材した流れで、ビル・ビオラさんっていう、今でもね、活躍されてるんですよ。すごいビデオアートの草分けの方でね、この人に会いにロスまで行って、で、その時にいろいろ聞いたんですけど、その聞いた言葉の中でね、すごく印象深い言葉があってね、こんな感じです。ビデオとかコンピューターを使って行われる創作活動が今後は流星していくだろうと。だけど、それらがですね、コピー可能であることで、芸術作品としての位置づけを問い直されることになる、みたいなことをですね、このビール・ビオラさんがもう1980年代中盤に、提言してるんですね。そのコンピューターってのはその芸術、そのペンとか、絵の具とか、絵筆とか絵の具とかね、あれはまあ、彫刻の素材だったらね、木材だとかね、なんか石膏だとかに変わる新しいツールに、とんでもなく面白いツールになり得るんだけど、それがビジネスにね、コピーできちゃう以上、ね、そうだ、皆さん、今、レイさん書いていただきましたけど、デジタルで絵を描いてもコピーできちゃうんだなって思ってしまうって、ありますよね。これの価値って、ね、売れるんだろうか。で、実際にネットで公開したらどんどんコピーされていっちゃって、ね、勝手に人の絵を使っちゃうような人も出てくるわけですよね。で、そんな無限にコピーできるものに価値を信じて創作が続けられるのだろうかみたいなことをですね、当時、アートの最先端で、若い作家たちは真剣に悩んでた。これが、そこが発端なんです。まあ、それまでがね、なんかやっぱり幸せすぎたというかですね、モナリザは一点しかないわけですよ。で、それの模倣はできます。そっくり真似して描いたりすることはね、HELO さん、ヒーローさん、油絵の絵画の完全コピーできそう。で、それはね、
なんていうんだろうな、その、コンピューター技術とか、ね、コンピューターコントロールのその、ペインティング技術とかなくてもね、そっくりに描いたモナリザの絵って世界中に何百も今あるわけですよ。だけど、本物っていうのは一点ちゃんとそのね、ここの場所にあるっていうことが保証されて、ね、サインとかそっくりに書いてあっても間違いなくこれっていうことは保証する方法があって、ね、偽物じゃなくて、あの、コンテンツ価値としてはね、見分けがつかないっていう時点で同じかもしれないですよ。あるいはコンピューターで完全にね、再現したら同じものになり得るかもしれないんだけれども、それでもこの一枚が物としてあるから、これは何十億円だよとか、何百億円だよってこと言えるんですよね。だけど、ビデオ作品とか CG 作品は作られた瞬間からもう同じものが量産できる。そこが危うい。で、それがゆえにその名画とか彫刻みたいにですね、CG の傑作って過去いっぱい出てきてます。今もいっぱい作られてますけれども、なかなか価値をキュレートされて取引されるものにはなり得なかったっていうね。もちろんいっぱいありますよ。そういう、あの、価値を評価されるものはありますけれども、やっぱその、それがあの、アートのそのビジネス世界に入ってこなかったっていうのは非常にこう惜しいんですよね。